辛っ。いや、メキシコ来て初めて辛さの洗礼を受けましたね。いった、ハバネロ？ハバネロ。ハバネロ。いや、普通にサラダだと思ったから。ハバネロ食べちゃった。いや、もう見た目は完全に生野菜だったんで、赤くないし。おー、これがハバネロ。いやー、初めてメキシコの洗礼を受けましたよ。プエブラに到着しました。渋滞にはまり2時間遅れで、着きましたね。6時間ぐらいかかったんじゃないかな、結局。いや、長い道のりでしたが、一気にケレタロからプエブラにやってきました。さて、どこに行けばいいのか分かりませんが、サリダ、出口、みんなね向かってますんで、まずは市内に向かいます。ここが中心地ですね。ソカロ広場と大聖堂でしょうか。大きいんでね、なかなか収まりきりませんが、この大聖堂に伝説がありまして、このプエブラという町が天使の町と言われるようになった由来が、ここからこの大聖堂と関係あるそうなんですけども、伝説の大聖堂、ちょっと入ってみたいと思います。この大聖堂は相当大きいですね。メキシコシティの大聖堂と同じぐらいか、もしかしたらそれよりも大きいかもしれないですね。かなり大きいです。そしてやはり天使の伝説がある教会なので、天使がたくさん置かれてますね。メキシコでは中心の広場のことをソカロって全部言うんで、どこの町でもソカロなんですよ。公園がすごく手入れされてて、ゴミもなくてめちゃくちゃ綺麗なんですよね、メキシコは。すごい雰囲気ありますな。ここプエブラの街の旧市街も世界遺産になっています。
日本でどこの町が世界遺産とか、京都とかなのかな。あのメキシコはかなり多いですね。各都市の旧市街が世界遺産になっているケースが非常に多いです。いや綺麗でね、かっこいいですね。また公園がいいし、そして何よりもこのプエブラはグルメの街なんですよ。メキシコ料理、これがユネスコ無形文化遺産になっているそうなんですけれども、そのメキシコ料理の発祥の地こそがこのプエブラらしいです。なのでプエブラ名物のグルメをですね、堪能していきたいと思います。参りましたと。見た目ね、なんかすっごいシンプルですけど花がない。ただこれね、チョコレート、私が知ってるチョコレートかは一緒かわからないですけど、チョコレートが入っているソースらしいんですよ。ちょっと食べてみましょうか。それではいただきましょう。いただきます。うわ、甘っ、独特。これはね、ほんとチョコレート入ってますよ。これ独特、味わったことない味。うん、まあまずくはないですよ。食べれますけど、肉に対してはやっぱりちょっとスパイシーなものを、私はやっぱ慣れちゃってるんでね、舌が。やっぱり食が進むって言ったら、どちらかというとスパイシーな方がいいですけど、このチョコクリームみたいな、このチョコソース、独特やわ。米をね、このチョコソースでいただくっていうね、慣れないね。うん。